足がね、細くなりにくい人に向けて、このバランスディスクを使ってですね、太ももの裏側、まあ、いわゆるハムストリングを使う意識をですね、身につけてもらおうと思います。じゃあ行きます。このバランスディスクを使ってですね、まず片足の下はですね、反対の足は後ろに伸ばします。このまま手を前に置いてですね、少し膝を曲げた状態でバランスを取りながらキープします。これぐらいの状態でキープします。この時にですね、できるだけ膝が曲がりすぎない方が、ももの裏側に意識がいけます。あんまり曲げちゃうとですね、こうやって曲げちゃうと、ももの前側をもちろん使ってしまうんで、膝を少しだけ曲げる状態のままで、手は前に伸ばして、バランスを取っていきましょう。おっとっとっと。結構難しいですからね、これね。おっとっと。こういった状態でキープします。おお、これ、久々にやるの難しいな。こういった状態でですね、ももの裏を意識して、キープします。これをね、まあ、5秒ぐらいを何セットか分けてやると、効きますね。こう喋りながらトレーニングって難しいな、これ。やっぱバランスがいるものっていうのはやっぱりちょっと静かにね、やらないと集中できんな。こういった感じでやります。はい、お疲れでした。ちょっと光の感じで見にくかったかな。今みたいにですね、まあ、10秒ぐらいキープができれば、もうハムストリング結構ね、疲労感溜まって筋肉使えてますんで、まあ男性にはちょっと負荷が軽いかなと思うんですが、女性でね、足を細くしたくってスクワットをしてるけど、まあ全然細くならずに、ももの前側が張ってっていいっていう人にはね、この今回のこのハムストリングを使うトレーニングメニューはおすすめです。で、こんなバランスボールのディスクなんかは、だいたい2個で、800円から1100円ぐらいで、まあ Amazon でも売ってますんで、ぜひね、皆さん買ってみてください。まあ商品のリンクをね、まあ説明欄にも一応貼っときますんで、まあよかったらもし見に行ってみてください。今日はね、ハムストリングに効くトレーニングメニューでした。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッド、悪かったらバッド、そしてコメントもね、ぜひぜひ送ってください。どういった動画を載せてねとか送ってください。今日もご視聴ありがとうございました。